ゴットランド島にある海画石碑の一つ、ストーラ・ハマーズ・アイストーンからの部分が、ゴットランド島にある海画石碑の一つ、スミスストーンからの部分が、ソルリの話は、写本、フラート島本の中に見出される、オーラーブ・トリュック・バソンの佐賀のより最近成立した、拡張された版に由来する短い物語である。物語は、14世紀後半に、二人のキリスト教司祭、 ジョン・ソードソンとマグヌス・サールソンによって書かれ、編纂された。物語は、フロージの死の24年後に始まり、九世紀と10世紀が舞台となる。フレイヤが、どのようにして、ドワーフたちから首飾りを手に入れたか、どのようにして、血生臭い戦いに至ったのか、オーラアブ・トリオクバソンが、どのようにしてその地に平和をもたらしたかといった、エピソードを含んだ、合成された物語である。 物語は、より初期の物語の要素に対応している。要素とは、例えば、ヘームスクリングラであり、死、ロキの口論の一部であり、死、家の昇華の一部であり、そして、永遠の戦いとなるヒャズニングの戦いである。物語の最後は、キリスト教の出現が、ラグナロクまで、因習的に続くことになっていた昔からの呪いを終わらせる。物語は、 表面的な日2個を超えた、悪知恵としてのロキの記述や、宮廷の僕として、フレイヤとロキとが特徴づけられていること、そして大きな位置を占めているフレイヤの性的資質の、あからさまな表現、などをはじめとする構成要素のために、古典時代言語と解説されてきた。19世紀の学者ベンジャミン・ソープは、物語におけるフレイヤの役割を、かなりぎこちないとして言及した。 ドワーフたちの洞窟にいるフレイヤ、ルイス・フーハードによる差し絵。物語はアジアで始まる。アシーアランドと呼ばれる土地があり、王人がそこの国王であったと語られる。そして、フレイヤがニョルズの娘であったことが語られる。彼女は王人の目かけであった。そして、王人は彼女を非常に愛していた。それから、物語はアールブリック・ドバリン。 ベルリング、そしてグレールという名の4人の主事を紹介する。彼らは主事であり、また熟練した職人であったので、大きな石の中に住んでいた。その頃彼らは、彼らが今日している以上に、人々と交流していた。ある日、フレイヤは、ドベルグたちが美しい首飾りを作っているのを見た。そして、彼女は、首飾りと引き換えに、彼らに金と義務を提供しようとした。 しかしドベルグたちは彼女とおのうのが一晩を過ごすことだけを引き換えに首飾りを彼女に売ると言った。フレイヤはそれに同意し、そしてドベルグたちと一緒に過ごしたン夜の後に美しい首飾りを手にして帰った。物語はそれからロキを紹介し、彼がファール・バウチとその妻ラウフェイの息子であることを明らかにする。ラウフェイがとてもほっそりとしていたので彼女は ハリと呼ばれていた。ロキは情報を提供するその才能によって王人に非常に高く評価されていた。ロキがフレイヤの首飾りのことを王人に告げたとき、王人は彼に首飾りを取ってくるか二度と彼女に戻さないように依頼した。そこでロキはハエに変身し、フレイヤのいるアズマヤへの生き方を見つけた。彼女を見つけたとき、彼女が首飾りをつけており、 仰向けになって寝ているのを見た。ロキはのみに変身し、彼女を刺した。すると彼女が体の向きを変えたので、首飾りを外せるようになり、そしてロキは首飾りを盗んだ。それから彼は王人の元に戻り、王人に首飾りを渡した。フレイヤが目を覚ましたとき、彼女は王人が首飾りを手に入れたということを知り、それを取り戻したいと彼に頼んだ。 王人は彼女がどのようにして首飾りを得たかを自分は知っていると言った。そして彼が彼女に首飾りを返すただ一つの条件として彼女が二人の王と彼らに従う二十人の王に魔法をかけ彼らが毎晩互いと戦って死ぬが再び立ち上がるようにそれをキリスト教徒である支配者が戦いに参加し彼ら全員を倒すまで続くようにせよと言った。 プレイヤーは、そのようにすると約束して、首飾りを取り戻した。エルリングは、ノルウェーのウップランドの王であり、彼には、王妃と息子ソルリ、エルレンドという二人の息子がいた。ソルリとエルレンドは、彼らの年齢がそれができるぐらいになるとすぐに、バイキングとなって、略奪に出かけた。ある日彼らは、エルバルスケルにおいて、スベイギルの息子でハーキの孫であるシンドリとの戦いを、 始めた。戦いは、シンドリとエルレンドの死で終わった。その後ソルリは襲撃のために、バルト海に入っていった。デンマークの王は、ハールブダンと呼ばれており、彼は、ロスキレに居住し、大、フーエズナと結婚していた。彼らの息子は、ホグニと、ハーコンと名付けられた。二人は卓越した戦士であった。デンマークで着いた、ソルリは、素晴らしいロングシップを見た。 その船こそ、ハル・フダン王が王室の会合に出席するために乗ろうとしていたものだった。ソルリの選手郎大将セイバルが、ホグニとハーコンに関して警告したにもかかわらず、ソルリは王を殺してその素晴らしい船を自分のものにすると決めた。ハル・フダンは勇ましく戦ったが殺害された。そしてソルリは、流船と共に出航し去った。後で、ソルリは、ホグニが、 長旅から戻って、オーデンセに停泊したことを知った。それから彼は、ホグニに会って、彼にその父の最後について話すべく出向した。彼は、ホグニと、ハーコンに和解と賠償金を提示し、家族同様の同胞になりたいと申し出たが、二人の兄弟は、それのどれも受けなかった。ハーコン、セーバルとエルリングが死ぬ、戦いの後、ついに、ソルディも倒れた。 しかしながら、ホグニは、ソルリを癒させて、兄弟の制約を交わした関係となることに同意した。しばらくしてから、ソルリは、東の地方で死に、その出来事は死に残された。ホグニがこのことを知ると、東の地方へ行き、多くの勝利を得て、最終的に、二十人の王を風神として従える、その地の王になった。彼は、フィンランド人の土地からパリにまでその名を聞こえさせた。 セルクランドに、ヒャル・ダンディという名の王がおり、彼にはエ・ジンという名の息子がいた。この息子は偉大な水軍王であり、二十人の王が彼に敬意を表すまで、内海中のすべてを略奪した。ある日彼は、自身を、ゴンドルと呼ぶ、椅子に座った美しい女性に会った。彼女は彼にホグニのことを話し、北方の人々に対し彼の強さを試させるべく、彼に熱心に説いた。 ヘジンは三百人の男を連れて行き、春にデンマークに着くまで夏と冬と後悔した。二人の王があった時、二人は互いの強さを試し合い、兄弟の誓いを交わした関係となった。ヘジンは結婚していなかったので、ホグニは彼のただ一人の子である娘のヒルド王へ、ジンと婚約させた。ヒルドの母はヘルボルと言い,い、ヘルボルとヘイズレク王の佐賀のヘイズレクルウールブハムの 息子ヒョルバルズの娘であった。ヘジンは、間もなく美しい女性に再び会い、先日以来起こったことについて尋ねられた。彼女は、ヘジンに魔法の酒好き一杯を飲ませ、彼の船の船首でホグニの妻を押しつぶし、ヒルダはさらうようにと彼に言った。ヘジンは言われた通りのことをし、再び美しい女性に出会った。彼女は、ヘジンに、新しい核杯を渡して飲ませ、 すると、ヘジンは寝入った。ヘジンは、夢の中で、ゴンデュルが、王人の望みに従って、ジンと、ホグニと彼らの部下達を、呪文の下に置いた、というのを聞いた。ホグニは、ヘジンを探し、そして、ハーという名の島で彼を見つけた。ヘジンは、ホグニへすべてを与えると申し出て、セルクランドから出港して去り、二度と戻ってこないと告げた。ホグニはしかし、 ヘジンがなした裏切りが償われることなどあり得ないと断言した。二つの軍は戦い始め、たとえ彼らが互いの全員の命を奪ったとしても彼らは、なお立ち上がって戦って、143年の間、戦いが続いた。そのようにゴンドルの呪文は非常に強かったが、それもトルックビの息子、オーラーブが島に着くまでのことであった。 オーラーブと彼の乗組員たちは、島に行ったが戻らなかった彼らの仲間たちのことが、気がかりになった。光のイーバルは、さきの所有者のヤールンスキョルドの息子のソルステインから、受け取った彼の剣を携えて、島に入った。そこで彼は、大柄で血まみれの、悲しげな表情をした男性に会った。イーバルに呪いについて話すその男こそヘジンであった。ヘジンは、 呪いから解放されるためには、キリスト教徒の軍勢が彼らと戦わなければならないこと、つまり、キリスト教徒によって殺害されたすべてのものが、死によって呪いから解放されることを話した。しかし、ほぐみが恐怖の兜をかぶっているので、ヘジンはイーバルにほぐニの顔を見ないように進めた。イーバルは、ヘジンの代わりに、ホグニと戦い、背後からホグニを殺した。 ホグニはもはや立ち上がることはなかった。イーバルはそうして、すべての男たちをほふっていき、最後に残されたヘジンを倒した。イーバルは、ヒルドに会いに行ったが、彼女はいなくなっていた。イーバルは朝に王に目通りをし、居合わせた皆にも、この一部始終を話した。王と部カタツは、彼の後をついて、戦いの場所に赴いたが、すべては消えており、何も見つけられなかった。 イーバルの剣についた血だけが、出来事の証拠となった。菅原国城の指摘によれば、スノウリのエッタにおいて、ヒルドが、ヘジンと自分の父ホグニとを和解させるために、ホグニに届けた首飾りは、この首飾りと同じものと考えられるという。ありがとうございます。